友達100匹できるかな。ありがとうございます。このコーナーは動物大好き山口隆がただただ可愛い動物たちに出会い友達になろうという企画です。いやちょっとミスターものすごい評判を聞くよ。ペット大好きな方って見るんだね。あれこんなにコメントってくるんだってぐらいダイレクトメッセージとか来ますね。今回山口さんが目をつけている動物はハリネズミとかね、マイクロブタとか、まあ、小動物かな。今も流行ってるじゃない。カワウソとかもいいよね。知ってます拠点さん、フェイスが可愛いのよ。ちょっと猫ちゃんに近いよね。ということで今回はちょっと珍しい小動物たちと友達になることを目指します。それでは友達100匹できるかなスタートです。まずは今山口さんが気になっているというカワウソちゃんと触れ合うため中央区大名にあるコツメイトにお邪魔します。いる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 、かわいい。こちらが、はい、今日のメンバーさんですか。そうですね、うちにいる動物さんスタッフでですね。あらららららら、え、全部で9匹。はい。うわこれ性格とか書いてるんですね。そうですね、その子その子の特徴が書いてあるので、うん、いいですね、なんか中洲みたいでワクワクします。どうぞ。お邪魔します。こんにちは。あらららら、ら早いんですね。未来くん、はい、未来くんこんにちは。おお、とっとなんてテレビ的。あ、すごい餌食べてる。みーくんかわいい。見てこのつぶらない瞳と人間みたいな手してるんですね。かわいらしい見た目ですが、イタチ科で肉食類のコツメカワウソ、貝やカニなどの甲殻類や鶏肉が大好き。今回山口さんは女の子のさくらちゃんと一緒に遊びます。この子はよく散歩も外行くんですけど、散歩行った、はい、散歩、ケゴ公園とか散歩するんですけど、帰ってきて、お客さんのお膝の上とかでもう大の字になって寝たりもしますね。かわいい。あ、もうだからケゴ公園とか行ったらもうスーパースターでしょ。そうです ね。タクちゃんどうしたの、噛んで。タクちゃんおもちゃ。さくちゃん今片付けたのに。さくちゃん、あ、そう、あ、なんでさ、さくちゃん何そういうことすんの。さくちゃんは結構慣れてくるともう大丈夫と思って、もう匂いも嗅がなくなったら大丈夫な時間。大丈夫よ。おいしい。今度カメラさんに向かって、ほらほら、そうそう、でっぽん。おー、すごい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 、よくできた、よくできたね。さく、やばい、これめちゃくちゃかわいいぞ。いや、めちゃくちゃ可愛いな、これ。すごい、懐いてくれると、うん、もう自分はの親のように慕ってくれるので、可愛くて仕方ないですね。お家に持って帰りたい。あ、でもうちもう家にいて、別にいるので、店の子連れて帰るまではないかな。いや、もう相当カワウソを愛してしまった女性ですね。そうなんですよ、一人暮らしなんで、もう多分結婚できないかなとか。やばい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 。この人、多分面白い。ということで急遽ゆきなさんのお家へ。ここに靴があるんですけどどういうことですか。私これかじっちゃうんですよ。お気に入りの靴だったんですけど下に置いてたが最後こうやってがっつりやられちゃって。地獄絵図やえ、下にいるの。え、なになに。うわー、お邪魔します。山口です。いっぱい来てびっくりしたね。結構部屋の中自由にさせてるんでどこでも行き来。え、お姉さん、じゃあこれどこで生活してるんですか。お姉さん、なんかもともとこのベッドで一緒に寝てたんですけど、はい、最近は、うん、撮影中よねえ。ランは、え、ちなみにじゃあ寝るとき一緒でしょ。はい。ご飯食べてるときは。ご飯食べてるときも基本一緒に。カワウソが結構ジャンプ猫みたいにするんで、うん、はい、その立って食べてるんですよね。だから足元で遊んでます。立ち食い。立ち食い。お姉さんマジでカワウソちゃんのために全てを犠牲にして。ちなみに食べるものはカワウソちゃんと同じものが多いそうです。さらにお風呂も一緒入ってますね。あ、そうか、カワウソだから水好きなんだ。そうですね。1日4回お風呂に入れるとのことで、その様子も見せてもらうことに。すると、これが、
嘘でしょ。嘘でしょ。え、ズボンズボン。あー、ズボンいつもこの通りで履いてるんですよ。マジで。すげえ。かわいい。こんにちは。おお、やだ。このお風呂はもう買わず専用。人間も入るんですけど。ああ、ゆきなさんも入る。はいはい。ちなみに僕らがね、はい、カワウソ飼いたいなって思ったら、はい、許可とかが必要なんですか？そうですね、はい、この子たち今あの絶滅危惧種ですごい貴重な生き物なので。そうなんですか。種の保存法っていう法律で守られてる子たちになってて、はいはい、飼われる時にちゃんとあの正規の書類がないところで飼ってしまうと犯罪になるので。はあ、なるほど。お値段が今は飼育券のみの販売で100万ちょっとぐらいで。そうやって所有権はちゃんとしたお店に残し、飼育券だけ販売する形でしっかりとカワウソちゃんを守っているんですね。でもわかるよ、かわいいもん。あら、キスしてくれた。うち来る？いや、ちょっと大丈夫です。小石もたくさん買ってあげるよ。ほらほらほら、来た来た。いや、そんなことないよ ね。ないよ。違うよね。行くとしたら、私と一緒にあのお嫁にもらってくれる人だね。なるほどね、はい。その後もたくさんカワウソちゃんと遊んだ山口さん、そろそろ次に行きますよ。またね、バイバイ。バイバイ。でもエキゾチックアニマルすごい今飼われてる人すごい多いので。そうなんですか、はい、他に飼ってる方とか知ってます？あー、でもミーアキャットちゃんとか。ミーアキャットちゃん、はい、最近飼われてる方多くはなってると思いますね。ゆきなさんのアドバイスをもとに SNS で調査したところ、なんと久留米にミーアキャットを飼っている人を発見しました。あら、います、公園に。ミーアキャットだ。すいません、お姉さま、ミーアキャットちゃんですよね。うわうわうわ、かわいい。散歩されてたんですか今、はい、見て、目が凛々しい。ほらほら、わかります？目がかっこいいの。何ちゃんですかこの子？ハマチちゃん。ハマチちゃん、ハマチ魚の。そうです。ハマチちゃん、こんにちは。ごめんね、何ちゃんですか？この子はカンブリちゃんです。カンブリ、多いな。寿司屋のネタが多いな。ハマチにカンブリ、はい、アフリカのサバンナに住むミーアキャットは土の中の昆虫が大好き。こうやって直立する理由は日光浴をしているんだそう。一緒に暮らしてるのは2匹ですか？あと、うん、もう1匹いるんです。何ちゃんですか？あ、いや、ちょっと待って、当てよう。ここで問題です。お寿司大好きな拠点さん、こっちがハマチちゃんです。で、これがカンブリちゃん。じゃあもう一人は名前なんでしょうか？あー、残念。普段いいもの食べ過ぎてますね。拠点さんはね。じゃあ正解お願いします。正解はヒラマサ君。ヒラマサ、渋い。若いのにいいの食べてるね。さあ、抱っこして仲良くなれるかな。おお、どこ行った？どこ行った？あら、なになに、掘ってるの？山口を掘ってるのか今。なんも出てこないよ。その後も餌のワームなどをあげて遊んでいると。あらら、こんにちは。あ、怖いの？こんなに可愛いのに。リンちゃんも触ってみる？ほら、返されて。うん、かわいい？ねえ、かわいいね。あ、じゃあ、はい、3000円になります。はい、持ってないの？ダメダメダメ。そうだ、しょうがないね。ね、アイドルに。そんな未来のアイドルとはここでバイバイ。ミーアキャットならではの飼い主の悩みを聞いてみました。そうですね、野生味が強くて、うん、ワンちゃん猫ちゃんよりかはやっぱり言うことは聞かないので。あ、これでも、はい、へえ。やっぱ爪も鋭いので。そうかそうか。壁紙にとか、うん、あー、なるほどね。ソファーとかももう捨てちゃったし、うん、ほんと。多分可愛さよりも大変さの方が。あ、そうですか。多い、いいので、うん、それを乗り越えれるぐらいの愛情がないと。そうね。ミーアキャットに一目惚れして飼い始めたそうですが、今では心の底から愛しているのが伝わってきますね。そんな白水さん、普段は鳥栖市のペットショップアクアキューブリオで働いているそうなのですが、
何やらその店長さんも珍しいペットを飼っているとのことで、お家にお邪魔させていただくことに。失礼します。あ、ももちゃんマスターの山口と申します。あら、かわいい、かわいい子ちゃんが。福岡中の動物たちと触れ合う企画、友達100匹できるかな。ミーアキャットを飼っていた白水さんの知り合いに、とても珍しい動物を飼っている人がいるとのことで、早速お邪魔してみることに。失礼します。あ、ももちゃんマスターの山口と申します。あら、かわいい子ちゃんが2人。珍しいペットちゃん飼ってるよということで、すいません来ちゃったんですけども、早速お出迎えしてくれたこの子は金華獣。金華獣。ペットとしては珍しい金華獣。熱帯雨林などの木の上に住み、果物が大好きな動物です。さらに尾形さんのお家には他にも動物がいました。え、ちょっと待って、どういうこと。家の中に動物園みたいなスペースが。あ、奥にいるあの子何ちゃんですか。大赤ムササビ。ムササビ。木から木へとグライダーのように飛ぶことで有名なムササビですが、ペットとして人気のモモンガと比べてその大きさはおよそ2倍もあるんですよ。そしてお庭にも大きなリクガメが2匹。これでも結構ありますね。すごい。見てる。あ、真似してる。真似してんだね。そんな動物だらけのお家ですが、お庭では人間も動物も食べられる果物を育てていたりなど、まさに人間と動物の共生共存を実現しているお家なんです。小さい頃はそうじゃなかったですよね。多分そうですよ。実家にいっぱいいたので。あ、いっぱいいたんですか。そうですね。今や動物好きが高じてペットショップの店長に。いっぱいの生き物に囲まれて育った自分と同じ体験を娘さんにもさせてあげたいなみたいな。あ、それはあると思います。はあ。やべ、どうですか娘さん、優しい子になってますか。なってると思います。お、素晴らしい。最後はお待ちかねのムササビルームへ。ここは高さ5メートルで室温27度が常に保たれている、ムササビだけのために作られたお部屋なんです。あ、目がめちゃめちゃクリクリ、あのマーベル映画に出てきそうな感じですよね、顔がね。性格はどんな感じですか。まあ神経質は神経質ですよね。機嫌を取るためにまずは尾形さんがおやつをあげます。おちょぼ口なんですね。あ、俺もそっからやってみようかな。続いて山口さんもチャレンジ。ほらわあ、友達ですね。警戒心の強いムササビが会って15分の俺から餌をもらったんですか。これは嬉しい。山口さんと仲良くなったムササビちゃんですが、威嚇してるんですかね、お前たち。このまま威嚇ですね。ね、完全にスタッフさんに威嚇してますね、これ。やばいな。スタッフがバリバリ嫌われちゃったので帰ろうと思ったその時、ちょん、おお、飛んだ。最後にスタッフにもなかなか見られない滑空シーンを見せてくれました。かっこよかった。いい絵撮れました、ありがとう。全然ハマってないやん。めちゃめちゃ警戒されてるやん。